こんにちは。異性介病院予防医療事業部保健師の古木です。それでは講座を始めます。本日はいつまでも丈夫な歯を維持しよう、歯とお口の健康について考えるについてお話しいたします。よろしくお願いいたします。本日お話をさせていただく内容は、まず1つ目、歯の役割、2つ目、口臭について、3つ目、虫歯と歯周病についてです。それでは1つ目の歯の役割についてお話しさせていただきます。歯の役割は大きく3つあります。1つ目は、1つ目の食べ物の咀嚼に関してはですね、虫歯および歯周病に代表される歯科疾患はその発病進行により結果歯を損なうと食生活や社会活動などに影響を与えるものとされています。また歯および口の中の健康を保つことは単に食べ物を咀嚼するという点からではなく、食事や会話を楽しむなどの豊かな人生を送るための基礎となるものです。で、2つ目の会話をする際の発音を助けることに関して、歯は発音に関与しており、会話を行う上で大切な役割を持っています。また歯は見た目の印象に大きく影響します。白くて美しい歯は会う人に好印象を与えます。3つ目の咀嚼により脳に刺激を与えるに関して、咀嚼によって脳に刺激を与える体のバランスを保つなど、全身の健康にも大きく影響しています。噛むという動作は歯の役割の一つでもありますが、ただ噛み砕いて飲み込みやすくするだけではありません。噛むことによって唾液の分泌が促進され、消化されやすくなります。唾液の分泌が少なくなると、食べ物が飲み込みにくくなり、消化吸収されにくくなります。歯を失うと咀嚼能力が低下し、しっかりと物を噛むことができなくなってしまいます。これにより消化が悪くなり、栄養吸収の効率が低くなることがあります。また唾液には細菌を洗い流す効果や抗菌作用があります。唾液の分泌が減ると虫歯や歯周病などの病気のリスクが高くなってしまいます。唾液にはいくつかの働きがあり、口の中はもちろん全身の健康に影響しています。唾液の分泌量が減少しないように歯を健康に保ち、よく噛んで食べることが大切です。主な唾液の働きとしては、下に以下に挙げる7個のものになるんですけれども、1つ目は食べ物を飲み込みやすくする。2つ目、味を感じやすくする。3つ目、汚れを洗い流し、清潔に保つ。食べ物を消化しやすくする。pH を保ち、5つ目ですね。pH を保ち、虫歯になりにくくする。6つ目、細菌の発生、活動、増殖を抑制する。で、7つ目が歯の再石灰化を促進するなどがあります。続いて、2つ目の口臭についてお話しさせていただきます。気にされている人も多いかと思いますが、ほとんどの口臭の原因は口の中にあります。口の粘膜は皮膚の赤と同じように細胞が剥がれ落ちて下に白くたまり腐敗します。これが舌苔です。舌苔は最大の口臭源で、口臭の6割が舌苔から発生します。食事を歯できちんと噛まなければ舌苔が増え、口臭の原因になるんです。食べ物は歯を汚す一方で、噛むことで舌をきれいにします。口臭の主な原因要素はこちらの6つです。1つ目、歯周病です。歯周病は強烈な口臭があり、治療が必要になります。2つ目、ニンニク、ニラ、ネギ、たくあんなど、匂いの強いものを食べると、ガスが腸を介して肺から排出され、口臭の原因になります。同様に、肝臓病などでも、臭い物質が肺から出てくることもあります。3つ目、飲酒。4つ目、喫煙は一旦体の中に取り込まれた匂いの元になる成分が胃の中で消化され、血液を介して全身に循環し、肺を経由して吐き出されるため、
口をきれいにしても匂うことがあります。5つ目、胃食道逆流症、まあ、逆流性食道炎のことなんですけれども、そういったものなどいくつかの消化器疾患では、口臭が出ることがあります。6つ目、扁桃腺炎があるとまれに口臭の原因になることがあります。ただし扁桃腺炎があれば必ず口臭が出るとは限りません。まず本当に口臭があるのか、そして扁桃腺炎が口臭の原因なのか、十分な検査を受けることが大切です。多くの人の口臭は朝早くですね、早朝が最も強くって食後に口臭が減ります。朝食を抜く人は口臭が非常に強いことになりますので、朝食を必ず食べるようにしましょう。ただし流動食とかではなく、きちんと歯で噛んで食べる食事をすることが大切です。さらに昼食前や夕食前も口臭が強くなります。一方、早朝よりも午前中や夕方に口臭が強くなる人が見られます。しかしこの場合も食事前が要注意です。口臭予防法としてはですね、食感にティータイムを取ることが勧められています。例えば、紅茶やコーヒーや、菓子に含まれる砂糖は歯の大敵と言われてますけれども、口臭物質を 90% 以上減らすという効果もあります。女性の場合ですね、生理周期に一致して口臭が強くなる人もいらっしゃいます。人によりタイプは異なりますが、月経期間中、排卵中、そして両期間の間に口臭が強くなる可能性があります。しかし臭病の予防と口臭予防方法で十分予防は可能です。朝食を抜くと、昼食まで口臭は強くなりますが、食事をとると減ります。よって規則正しい食生活が口臭を予防します。口臭は口の中の清掃を中心に歯磨きやデンタルフロスの使用のほか、主な口臭源である舌の清掃が大切です。補助的治療である洗口液などを症状に応じ勧められることもあります。病気が原因の口臭の場合は、原因となる臭病や口腔乾燥症、唾液の分泌減少などの病気を治療することになります。病的口臭の最も重要な予防は半年に1回の定期検診と正規除去です。定期検診は継続して受診することが大切です。これができて初めて他の口臭予防法も効果があると言えます。その中で最も必須の口臭治療が舌の清掃です。舌清掃は朝の歯磨き前に行うといいです。通常ですね、健康な人で1日1から 1.5 リットルの唾液が分泌されていますが、その唾液が不足するドライマウスが最近急増しています。唾液が不足し常に口の中が乾燥していると、虫歯だったり臭病になりやすかったり、舌の痛み、また口臭の原因、物がうまく飲み込めない、口が乾いて話しにくいなど、さまざまな症状を引き起こす原因になります。ではドライマウスの原因は何なのかというと、加齢とともに唾液の分泌は少なくなるとも言われますが、薬の副作用、糖尿病や腎不全などの全身疾患だったり、喫煙だったり、ストレスなど複合的なことが考えられます。ストレスをかけるとリラックスしている時に比べて唾液の分泌は約3割減少すると言われています。一時的なストレスなら問題ありませんが、ストレスが長期にわたって続くと自律神経が失調して唾液の分泌が抑えられてしまいます。ストレスとうまく付き合いリラックスするには、笑いを生活の中に取り入れることで確実に免疫力のアップにつながるようです。また柔らかいものばかり食べているとよく噛むことをしなくなるので、口の周りの筋力が衰え唾液の分泌が減少する原因にもなります。では、ここで皆さんにクイズです。物を噛むことにより唾液の分泌が増加しますが、唾液が減ってしまうのは次のうちどれでしょうか。1つ目、仕事をしているとき。2つ目、
運動しているとき、3つ目、喋っているとき、4つ目、寝ているとき、どれでしょう。はい、ありがとうございます。皆さん回答させていただいた回答を見てるんですが、4番の寝ているときが 79% で一番多い値になってますが、答えは何でしょうか。答えは4の寝ているときです。唾液の分泌は寝ているときに減ってしまいます。次ですね、虫歯について話させていただきます。虫歯とは、ミュータンス菌などの虫歯原因菌が出し酸によって、歯のカルシウムが溶かされ、歯が脆くなり、最終的には穴が開いてしまい、歯そのものが壊されていく病気です。虫歯の原因菌は、口の中の歯に付着した食べ物を栄養素として増殖します。虫歯ができる要因としては、図のようなですね、3つの要因が互いに深く関わり合って作用しています。1つ目は、その人が持っている唾液の量と質、歯が本来持っている性質や黒みの形です。で、2つ目は、虫歯の原因菌が歯の表面や隙間に増殖することです。で、3つ目は、食生活にあり、不規則な生活、間食、糖分の多い食事で、口を不衛生にすることです。虫歯はじわじわと進行し、だんだんと形が損なわれ、歯が蝕まれていきます。まずですね、1番の正常な健全歯は、真ん中に歯髄があって、周りを象牙質とエナメル質に囲まれています。で、2つ目の初期の虫歯なんですけれども、エナメル質が歯の表面から溶け出している状態で、この段階で発見できれば、再石灰化が期待でき、歯を削らずに治る可能性があります。で、3つ目の軽度の虫歯というものは、象牙質まで侵されている状態であり、象牙質には痛みを感じる器官があり、治療に際しては、麻酔が必要になります。4の中等度から重度の虫歯は、神経が侵されている状態であり、神経は一度、虫歯菌に感染してしまうと、神経そのものを除去しない限り痛みは取れません。で、5つ目の重度虫歯では歯を残すことが困難になる場合があります。こちらですね、虫歯になりやすい箇所としては、スライドのような、食べかすが付着しやすい、取り肉を除きにくいところにあります。まず、虫歯の噛み合わせの溝です。噛み合わせの溝が深く、形も複雑であるため、磨き残してしまうことが多いです。次に、歯と歯の間です。少しでも段差があったり、隙間が開いていると、ミクロン単位の虫歯菌が容易に侵入します。で、最後に、歯と歯茎の境目です。歯垢は歯と歯茎の境目にあり、小さめの歯ブラシで丁寧にマッサージすることが重要です。食い未遂歯での治療で、まだ歯に穴が開いてない歯の治療なんですけれども、だったり、歯の表面が白くなったような状態の虫歯では、歯垢を溜めないようにし、フッ化物を塗って再石灰化をさせることも可能です。つまり、歯を削らずに虫歯を治すということができます。この治療は、歯科医院で再石灰化に有効な薬剤を塗るのと同時に、毎日の歯の手入れがさらに重要です。期間もかなり長時間かかることもありますが、歯に穴が開いてしまう前に虫歯の進行を食い止めるのが最もいい治療法です。穴が開いてしまった虫歯の治療としては、穴が開いた虫歯というのは、エナメル質の内部の象牙質にまで細菌が侵入しています。細菌の入っている虫歯箇所は除去します。そして、金属やセラミックなどの人工材料を詰めたり、かぶせたりして歯の形に回復させます。前歯では、一般的には歯と同じような色に再現ができるコンポジットレジンやセラミックスが用いられています。奥歯では金属を用いることも多いですが、近年では奥歯でも金属色よりも白い歯が好まれるようになり、コンポジットレジンやセラミックスで治療を希望する方が増えています。現在使われている材料にはそれぞれ特徴がありますが、いずれも耐久性や安全性に優れています。虫歯予防の1つ目、糖分の摂取回数を減らすということです。
虫歯は歯の周りにつく汚れである歯垢、プラークというんですけれども、これを形成している細菌が引き起こす感染症であるため、予防するためには原因である細菌の活動を抑えることが重要です。飲食をすると口の中には酸性に傾き、歯の表面からミネラル分が溶け始め、しばらくすると唾液の活躍で再石灰化されます。間食回数が多かったり間食時間が長いと歯の表面からミネラル分が溶け出す時間が長く、再石灰化ができなくなり、虫歯への危険性が高まります。間食は時間と回数を決めることが大切です。また寝る前の飲食は最も危険であり、寝ている間は唾液の働きが弱くなり再石灰化が不十分になってしまいます。2つ目ですね、清掃性食品を摂取するということなんですけれども、清掃性食品とは野菜や肉類など、繊維質が多く含まれる自然食品のことを言います。繊維質が豊富な食べ物をよく噛んで食べると歯の表面や歯茎の粘膜など口の中がきれいになります。噛み応えのある食材が多いので咀嚼機能を高め唾液の分泌を促進します。歯茎をマッサージする効果も期待できます。しかしこれらの食品は歯の表面の清掃性は高いですけれども歯茎に詰まりやすいため食後の歯間部の清掃が必要です。3つ目は低耐性食品は控えるということです。低耐性食品とは歯の表面からミネラル分が溶け出しやすい食品のことです。砂糖が多く口の中に入っている時間の長いキャラメル、歯にくっつきやすいクラッカーやチョコレートなど、歯の表面からミネラル分が溶け出しやすくなります。また低耐性の低い糖分を含んだ飲料であっても長時間飲み続けると歯の表面からミネラル分が溶け出しやすくなります。4つ目ですね、歯垢を取り除くということです。虫歯菌を減らすにはブラッシングが最も一般的な方法とされています。小さめでシンプルな形の歯ブラシで汚れを取る習慣をつけるといいです。正しいブラッシングによって虫歯菌の住処になる歯垢を取り除くことができます。食べ物のカスがついたまま数時間経つと歯の表面に虫歯菌が増殖します。歯を磨くベストのタイミングは食後が理想です。また虫歯はブラッシングでは磨ききれない歯と歯の間や奥の歯が噛み合う面のところの深い溝などに虫歯はできやすいので、デンタルフロスなどを使用し歯の周囲をきれいにすることも大切です。ではここで皆さんに講座のおさらいクイズです。最も虫歯になりやすい箇所は次のうちどれでしょうか。1つ目、歯の表面。2つ目、奥歯の噛み合わせの溝。3つ目、前歯。4つ目、歯と歯の間。5つ目、歯槽骨っていうのは歯を支える骨のことですね。で、6つ目、歯と歯茎の境目。複数選択可能なので当てはまるものにチェックをお願いします。はい、回答ありがとうございます。皆さんの回答で多かった回答としては、まず1つ目が歯と歯の間というものですね。で、あと2番目に多かったのが 6個目のね、歯と歯茎の境目で、2番目の次が奥歯の噛み合わせの溝でした。じゃあ答えはどうでしょうか。答えは2番の、奥歯の噛み合わせの溝、そして4番の歯と歯の間で、6番の歯と歯茎の境目の3つが答えになります。次ですね、歯周病についてお話しさせていただきます。まず歯周病とはどういった病気であるのかを説明します。歯周病とは歯を支える歯茎や、骨が壊され最終的には歯が抜け落ちてしまう病気です。歯周ポケットと言われる歯と歯茎の隙間から侵入した細菌が歯茎に炎症を起こし、歯を支える骨を溶かしてグラグラにさせてしまいます。歯周病は虫歯と異なり痛みが出ないことの方が多く、
気づかないうちに進行し、歯茎からの出血が起こった後、歯が自然に抜け落ちるほど重症化することがあります。歯を失う 80% 以上の原因は、歯周病もしくは虫歯によるものです。また日本人の40歳以上の約8割がこの歯周病になっていると言われています。日々の生活習慣がこの病気になる危険性を高めることから、生活習慣病の一つに数えられています。次に歯周病になる原因について説明します。歯周病は歯磨きが十分でないときに歯垢に含まれる細菌により引き起こされる病気です。したがって歯磨きが正しく行われてない人に歯周病は起こりやすくなります。さらに歯周病にかかりやすくなる因子があります。一つ目は歯周病菌による微生物因子です。歯垢の中に歯周病の原因となる微生物、歯周病菌なんですけども、それが存在することにより歯周病になりやすくなります。二つ目は環境因子です。喫煙していたり、口の中の清掃が不良であったり、ストレスが溜まっていたり、歯周ポケットの深さや歯垢の付着量などがそれにあたります。さらに、口で呼吸をする習慣のある人も、口の中の粘膜や歯茎が乾燥しやすくなり、炎症を起こしやすいので、これに含まれます。で、3つ目は、噛み合わせが悪かったり、歯ぎしりや歯の食いしばりなど、歯に強い負担がかかる状態も歯周病になりやすくなります。で、4つ目は、宿主因子です。これは年齢や人種、歯の数、あと糖尿病の有無だったりとか、歯肉に浸出液中の物質、あと白血球機能、遺伝などによるものです。よく歯を磨かなくても虫歯や歯周病にかかりにくい人がいます。このように歯周病を引き起こしやすい状態のこちらのイラストのは、各因子が重複することで歯周病発症の危険性が高まります。規則正しい生活習慣は歯周病を寄せつけないためにも大切なことです。また生まれつき歯周病にかかりやすい方もいますので、自分の体についての情報を知ることも大切になります。歯周病がどのように進んでいくのかをこのスライドで説明させていただきます。歯磨きが十分でないと歯垢や歯石が歯と歯茎の境目に増殖します。歯垢の中には重量1ミリグラムあたり1億個もの細菌が作り出す毒素によって歯茎が腫れたり歯の表面から剥がれてきて歯と歯茎の間に隙間、歯周ポケットができてきます。また歯垢の中の細菌などは唾液に含まれるカルシウムやリン酸と結合して歯石という形石のような硬い物質として歯の表面に付着します。細菌は、この歯石を足がかりにしてさらに歯周ポケットの奥深くへと増殖していくわけです。この増殖した細菌により腫れたり出血しやすくなってきます。歯周ポケットの中は歯周病の原因菌の増殖しやすい酸素の少ない状態であるため、歯周病原因菌の毒素は歯を支える骨、歯槽骨を溶かしていき、歯茎が下がって歯がグラグラしてきたり、歯茎が下がってきたり、歯が抜け落ちたりします。歯周病に慢性的になってしまうと、さまざまな原因、全身の病気にかかる危険性が高まることが知られています。歯周病が悪化するに伴い歯周病原因性の細菌とその細菌が作り出す毒素であるさまざまな細菌が存在しその量も増えてきます。これらのものが歯茎の毛細血管を通じて全身に搬送されると心臓血管疾患だったり脳卒中、脳梗塞も含まれますが、糖尿病の悪化、低体重児出産などを引き起こす危険性を高めます。また、唾液の中に混じった細菌が誤って肺の中に入ると、肺炎の原因ともなります。さらに、歯周病は肥満やメタボリックシンドロームとの関連も言われるようになっています。
したがって歯周病の予防や治療は全身のさまざまな病気の予防や治療に役立つことにもなり、健康な生活を送るためにとても大切なことです。さまざまな病気の中でも歯周病の改善が糖尿病の改善に関係することが近年報告され注目を集めています。糖尿病になると口の中が乾きやすくなるため唾液の分泌量も低下し、口の中が汚れやすくなって口臭がきつくなります。また免疫力が低下するので歯周病になりやすく治りにくいことも知られています。高血糖の状態が続くと白血球の機能が低下するために炎症が進み、組織が壊れやすくなるからです。糖尿病の人の7から8割が歯周炎などにかかっていると言われています。歯周病を治療すると血糖値がコントロールしやすくなるなど、つまり口の中を清潔に保つことが二次的な感染症を防ぐだけではなく、糖尿病の進行も抑えることができる可能性があります。したがって糖尿病の人は特に口の中のケアをしっかり行い、歯科医院での定期的な検診を行うことが大切です。喫煙者は非喫煙者の約4倍の確率で歯周病にかかりやすいと言われています。また喫煙本数が増えると比例して歯周病が重症化することも分かっています。原因としては1つ目、歯周病菌と戦う白血球の機能が低下する。2つ目、タバコのニコチンにより、歯茎に酸素や栄養を供給する血管が収縮する。で、3つ目、歯茎を修復するために必要な細胞の働きが抑制される。で、4つ目が歯茎の境目にある溝の酸素が不足し、酸素を嫌う、歯周病菌が増殖しやすくなるの4つが挙げられます。喫煙している限り歯周病は治らないと言われているため、禁煙が歯周病完治への近道になります。ここで禁煙外来のご案内です。異性会病院呼吸器内科では保険診療による禁煙外来を行っています。禁煙したい方や禁煙に興味のある方はお気軽にご相談ください。禁煙外来は完全予約制です。まずは毎週金曜日午後の外来診察をご予約の上受診してください。お問い合わせは呼吸器内科外来のこちらまでお願いします。歯周病自覚症状セルフチェック方法についてです。次のような症状があったら歯周病の可能性があるので歯科医療機関で検査を受けてみる必要があります。1つ目、朝起きた時に口の中がネバネバする。2つ目、歯磨きの時に出血する。3つ目、硬いものが噛みにくい。4つ目、口臭が気になる。5つ目、歯茎が時々腫れる。6つ目、歯茎が下がって歯と歯の間に隙間ができてきた。最後7つ目が歯がグラグラするです。では実際に歯周病になってしまった場合の治療についてお話しさせていただきます。歯周病が発症進行し痛みや腫れがひどい場合は抗菌薬を処方したり噛み合わせを弱くしたりして症状を和らげます。また歯がグラグラして食事に困る場合は一時的に複数の歯を固定する場合もあります。歯周病の治療はスライドの通りです。1つ目、歯磨き指導。2つ目、歯石除去。3つ目、手術や抜歯です。で、4つ目、詰め物の調整で、最後5つ目が噛み合わせの調整といったものを行います。治療が終わった後はメンテナンスに移行します。全身の健康管理や生活指導を行い安定した状態が続くようにしていく必要があります。歯周病は容易に再発する病気なので定期的な管理が重要になります。歯周病予防の基本は歯垢がつかないようにすることで毎日の歯磨きや定期的な歯石除去が有効です。
臭病はシコ、つまり細菌の塊が歯茎の炎症を引き起こすことから始まります。口の中で細菌はバイオフィルムという薄い膜を作り歯に張り付いています。バイオフィルムは薬品が効きにくいため、毎日の丁寧な、歯磨きや歯科医院での清掃が有効です。歯石は歯の表面の石のようなものですが、ザラザラして内部には隙間もあるため、バイオフィルムができやすくなります。歯石は自分で取ることができないので、定期的に歯科医院を受診して歯石を取ってもらうことが必要です。また治療後に、歯垢や歯石がつきにくくするために、専用の器具を使って歯の表面をツルツルにする PMTC という歯科衛生士などの専門家による歯のクリーニングも有効です。これではここで最後の講座、おさらいクイズです。歯周病の自覚症状で間違っているものはどれでしょうか。まず1つ目、痛みがある。2つ目、歯がグラグラする。3つ目、歯磨きの時に出血する。4つ目、口臭が気になる。はい、ご回答ありがとうございます。回答の中で1の痛みがあるが一番多く回答されてました。正解はどれでしょうか。はい、正解は1の痛みがあるです。歯周病は痛みの自覚症状がありません。こちらが本日のまとめになります。歯にはまず1つ目、食べ物の咀嚼、発音を助ける、噛むことで脳に刺激を与えるなど役割がある。で、口臭の原因はほぼ口の中からであり、早朝が最も強い。で、虫歯や歯周病予防には毎日の歯磨きや、定期的な歯科受診での歯石除去が大切である。で、歯周病を治療予防することは全身のさまざまな病気の予防や治療に役立つことにもなり、健康な生活を送るためにとても大切なことです。それではご質問感想要望コーナーに移ります。1つ目の質問をいかせていただきます。歯磨きはうがいと同じく感染防止に効果があるのでしょうか、という質問に対してなんですけれども、あります。まあ、うがいよりも歯磨きの方がしっかりその歯ブラシと歯磨き粉があって、で歯と歯の間とかも磨かれるので、うがいよりも感染防止には効果的です。誤嚥性肺炎を防ぐ歯磨きのテクニックですけれども、まあ、誤嚥性肺炎というのは、まあ、気管と食道があるんですけれども、気管の方に間違えて入ってしまうことによって肺炎って引き起こされるので、歯磨きをする際は顎を下に引いて、できれば鏡の前で歯を見ながら磨くというのが一番理想的な形になります。まあ、私みたいな感じでこんな感じで磨くといいです。顎を上げてしまったらどうしても気管の方が開いてしまうので、肺に入りやすくなって誤嚥性肺炎を引き起こす可能性にもつながるので、顎を引いてお願いします。次ですね、歯石の除去はどれくらいの頻度で行うのがいいですか、っていう質問なんですけれども、私もちょっと定期的に歯医者に行かせていただいてるんですが、だいたい3ヶ月に1回定期検診に行った時に、歯石っていうのはやっぱ日頃のものが歯磨きでは取れないものがついているので、3ヶ月に1回行くのが望ましいです。歯周病は若い人でもなりますか、っていう質問なんですけれども、まあ若い人でもですね、歯とか歯肉とかがあるので、そこに溜まるから子供とかでも容易に発生します。視覚過敏について教えてくださいっていう質問に関してなんですけれども、歯ブラシのこう毛先が触れたりだとか、冷たい飲み物食べ物とか甘いものとか、あと風に当たった時などに歯に感じる一過性の痛みであって、まあ、虫歯とか歯の神経の影響とかによってのものではないというものです。下に痛みがあるときは歯科受診でよろしいでしょうか、っていう質問なんですけれども、歯科でもいいですけれども、耳鼻咽喉科、あと口腔内科とかでもいいと思います。歯垢はなぜできるのでしょうか、防ぐ方法はありますか、っていう質問なんですけれども、
まあそうですね、なんで歯垢ができるかって言ったら、日頃やっぱ歯磨きはされてると思うんですけれども、どうしても先ほど言ったスライドにもあったように歯と歯の間だったりとか歯の奥歯っていうのは歯ブラシが当たらない部分とかもあるので、そこにちょっとどうしても食べ残しが残ったままの状態が続くとどんどん赤がなって溜まっていくからできるっていうのがあるので、まあ、先ほどの方の他の人の質問にもあったんですけれども、まあ、虫歯とか全くなくても定期検診というのは3ヶ月に1回行っていただいた方がよくって、その時とかに歯垢除去とかに行かれるのをお勧めいたします。それではこの辺りで質問コーナーを終了させていただきます。質問をお寄せいただいた皆様ありがとうございました。本日のお話しした内容が皆様の日々の健康に役立つ情報であれば幸いです。本日はご参加くださりありがとうございました。こんにちは、コーディネートナースの向井です。私たちコーディネートナースは患者さんの病気の重症化・再発の防止、健康の維持増進に取り組んでいます。治療を休んでいた方が再開される場合や気になる症状がある方にお電話や面談でサポートを行っています。気になることがある方はこちらへご連絡ください。健康相談もお気軽に。お電話の際はコーディネートナースへの相談とお伝えください。